第4回はバンカーショットということですこちら今バンカーにいるんですけども、えー、と僕らも非常にプロゴルファーとしてやっていてアマチュアの方から、えー、バンカーショットのコツというかですね教えてくださいということは非常に多いんですけどもこれ僕も実際ですね僕あの左打ちでもゴルフをたまにやるんですけども。 左打ちでまあ僕ドライバーで二百四十から五十ぐらい飛ぶんですけども、もうバンカーに入れてしまうともう出せないんですね。で、えー、よくそのフェイスを開いて上からドンとか、えー、いうそのアドバイスとか多いんですけども、それを実際僕が左打ちでやってみたところ全く出ないんですね。その時に僕がバンカーでやっていたのは右利きの時と同じように。 フェイスを開いて同じように上から下に打つようなイメージで打ったんですけどももうダフったりトップしたりで、えー、もうバンカー怖くなりました全くそのフェースを開いて上から打つっていうことがこれはバンあの共通ではないなとこれは。えー、やはり初心者中級者の方バンカーが難しいと思われる方からするとプロのイメージっていうのは えー、伝わらないいい可能性は非常に高ななと思いましたなので今日は自分が実際に打ってるバンカーの打ち方を皆さんにお見せするのもあるんですがよりその簡単に、えー、僕も僕の左打ちのちょっと経験も入れて僕その後ちょっとバンカー左打ちでも出るようになったんですけどもそこのなんかあの感覚とかもちょっと皆さんと共有できればいいなと思います。で 1えと一つ目のバンカーの一番大事な部分っていうのはまずやはりクラブを地面にソールできないので、えー、こののの距距離離感感でですすね地面といいうのが非常ににかりにくいですでそれを補うための練習っていうのが僕はもう昔からこの練習をしてるんですけども線を1本引いてこの線から先のを 実際に打ってこう素振りで取っていくということです。でこれで何が身につくかというと第3回のロブショットの時も、えー、やりましたけどもこの重心の位置っていうのがいかに大事か。でこの重心の位置っていうものとクラブの最下点の、えー、関係性っていうのを皆さんに、えー、実際にあの肌でその体感していただける。 えとドリルだと思ってますなので、えー、と自分の皆さんの感覚の中でですねこの線の、えー、ご自身からアドレスしてる人から見ると左側ですね線の右側を打つんではなくて線の左側をきれいにバンと打っていくためにどういう体重の位置で、えー、どういうここの景色で打つのが一番安定してここの線の左側を叩けるかっていう。 こととを皆さんんのお一人一人でで、えー、少ししし研究と言いいますすかねして欲しいんですねてこれはあのー、結構、あのー、人によって、えー、なんか共通するその重心の位置とかがあんまりないのかなと僕思いまして自分の場合はこのバンカーの場合はですねこの線のここの左側を叩こうとするとこういうふうに左足体重になった方が自分の場合は同じところを叩いていきやすかったです。 でこれでも片手でも同じところ入りますし両手でも同じようなところを入れられるようになったこの体重の位置っていうのは僕の場合この左足の内側ですねで頭の位置もこういうふうに左足の内側に来るとでこの線の最下点っていうのはやはりこの重心の近くですよねほとんど重心の真下にドンと入ってくるような意識でしたただこれが えと意外とその女性の方とかだと、えー、この重心がこっちにあっても少し手首をこう使って安定してこういうふうに入れられる方もいらっしゃいましたなのでバンカーに関してのその最下点の作り方、えー、それは結構人それぞれになってくると思いますで実際にここの線の左側のところにこういうふうにボールを置きます。で 今のを踏まえて打ってみます。これが僕のもうバンカーの基本中の基本です。とにかくその入れるところですね。クラブフェースをクラブのヘッドを入れるところっていうのを大事にします。 今のは少し厚く入りました。2センチ、3センチぐらい。手前から入りました。ので、キャリーが出なかったです。で、こういう、その、自分の、えー、イメージしている最下点と、実際のズレっていうところが、なぜ,なぜ起きているのかっていうところで、ちょっと体重の位置だったりとか、頭の位置だったりとかっていうのを、この線を打つドリルで、やっていただきたいんですね。やはり自然と、もう目をつぶってでも同じところに、 入っていくような感覚でこの安定した最下点を作るためにはこれ何が必要かというとやはりこの安定した下半身とやはりこの体の真ん中があまり動かないような感覚ですね。こういう感じでヘッドはすごく運動をするけども。 体の中心の方はあまりこうグラグラこういう風に動いたりとかあまりこういう風な動きもないというのが非常に大事だと思いますしあとはこの左足のかかととかもですねバックスイングでこういう風に上げる必要も正直ないかなと。で、えー、とプロとかでその上級者の方を見てるとやはりフェースを開いてスイングも早く振る。 というイメージがあると思うんですねただえっ、ー、とこれサンドウェッジなんですけどロフトまあだいたい売られてるので56度から60度ぐらいロフトがありますから実際ですねフェイスをあんまり開かなくてもこれそのまま開かずに打ってみますねこれ今ロフトが58.5なので58.5度で全然この顎もだいたい1メートル 30ぐらいの顎の高さこう実際あるんですけどももう余裕で 2, メー,トル2メートルぐらいの顎があってもフェイスを全くく開かなてても超えていきますあの非常にあのアリソンバンカーっていうすごい高い顎のバンカーだと3メートルとかっていうところありますけども、まあ、そういう場合はやはりこうフェースを開いてこう上を見るような感じで。 これで今4メートルぐらい上がってると思いますけどもでもほと,んどの上ほとんどのバンカーが全くフェースを開かずにこういう小さな振り幅で打っていけるんですね実は。でこれは結構あの女性がうまいです。ででああののやはり力のある男性ですと多少 普段僕は今ここら辺にヘッドを入れるっていう意識してるんですけども実際ですねこれぐらい倍ぐらい手前から入っても力のある男性だとこう出るんですね一応バンカーからは。なので皆さんに共通して言えることっていうのはこのフェースのヘッドの入れる位置ですねっていうのをいかにそのコントロールするかっていうところが。 極論全くヘッドスピードがなくてもいいところに入れられればボールは綺麗に飛んでいきます。えー、と4回目ですねバンカーでこういう形で終わりますけども、まあ、本当にあのまだまだお伝えしきれてない部分で非常にあのなんていうんですかね面白い部分もたくさんありますし。えー、と やはり今このバンカーも僕の大好きなサンドウェッジでえここまでやってきましたけどもまあ本当に今回ですね今日この第4回までで自分のサンドウェッジのえ持ってる技術といいますかうーんと本当に1割とか2割ぐらいしかお伝えできてないなという感覚もあるのでまたぜひあのこういう機会でですねえもっともっとアプローチを掘り下げて。 いい、えー、きたいなという部分もありますし皆様からのなんかそういう質問とかもあればぜひあのお聞きしたいなと思いますっ、えー、と本当に4回にわたってやってきたんですけども、えー、やはりサンドウェッジでまず基本的なアプローチっていう部分は、まあ、どのクラブで打つにしてもやはり距離感ですねでフェースコントロールそういうところが非常に大事になってきて僕はそのボールにうまくきれいにいかに当てるかっていうよりも。 やはり手でで投げる感感覚で、えー、距離感をやっぱ磨いていって欲しいいててっしなと思いますでトップしたダフったっていうのは、えー、そこまで僕は気にしないでいただきたいなとでそこを気にしてしまうと今度ボールだけに集中してしまって、えー、ちゃんと当たったのによらないっていうことになってきますんでやはりその距離感と方向性っていうところを本当にものを投げるような感覚で、えー、やっていただきたいなという部分とえー あとはやはりロブショットとこのバンカーショットという部分に関してはあの打ち方によっては上級,者上級者しかできないようなすごくその、えー、打ち方もあるんですけどもバンカーショットもロブショットも初心者中級者の方でも簡単にできる打ち方がありますので、まあ、ぜひあのそれが皆さんにうまく伝わっていれば、えー、自分も良かったなと思います、えー。今回本当にありがとうございました